小ぎし三日月町式島深川にある日蓮州の寺院。三号は龍王山。九本山は大本山北華教授、親子法園。小ぎし指定文化財の非全新書を所蔵する。石門の書は中林五区によるもの。日蓮寺機室の大曼荼羅五本尊が法案されている。千葉県中山北華教授の二代目、住職、日言は師匠の日高商人から。 最国の布教を命じられる。そこで、日言は、昭和2年、千葉種貞公の子、種、太公が、鎮税下校の折、同行した、小木の地で布教をする。常時五年、日言により解散。最初、勝明寺は松、小山公正寺の西谷にあったが、四代目悲妙の時に、三日月町藤織の地に、種、太公より、境内地並びに田畑を寄進され移転した。 その後、元気元年に、文語の乱が起こり、今山合戦の時に、ことごとく消失し、その後現在の地に移転する。勝明寺の住職は、歴代にわたって宮中に仕え十五代目の日、戸狩商人の時、時の天皇より直学が可視されました。勝明寺のご本尊、日蓮の直筆の大曼荼羅は、公安元年七月、日蓮が弟子となった被検に授与したもの。 日言が、鎮税下校の際、この大曼荼羅を、日高商人より託されたと伝えられており、逆縁の曼荼羅または低髪の曼荼羅と呼ばれている。現在の本堂は、昭和4年、24代目、住職平良三回寮によって建立された。海産、日言二世、日喜び三世、非戦四世、悲妙五世、卑怯六世、日曜七世、 ヒメぐま8世、ヒモン9世、ヒチュウ10世、ヒ、タイ11世、ヒヘン12世、日生13世、日生14世、ヒニョウ15世、ヒセン16世、ヒジョ17世、ニッタツ18世、ヒマ19世、ヒドウ20世、ひきょ二21世、にっしょう22世、ニチエい23世、ひ、たかし24世、にちりょ25世、にったつ26世、ヒ、 高27世、非正28世、非二29世、日韓30世、コ箱31世、日三32世、日朝33世、正尾具34世、平山海、三35世、松島正三36世、松島忠雄37世、島37世島松島昭流日練習は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、 旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。